リトリーブするとこういう風にね、これ波紋がファ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 って出るの分かる？これですよ。おはようございます。おはようございます。いやついに今月はあの背びれが買える月ってことで、そう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 、浅草のラインスラックまで来てみたんですけども、もう釣り工さんのために出しましたこれどうすか、これ最高の6色。今年ね出す予定なかったんですよ、もう、はい、あの2月ぐらいに出して、はい、まあ、年1ぐらいでいいかなと思ってたんですけど、はい、あまりにも、はい、ないのかないのかみたいなご要望が多くてですね、はい、じゃあちょっと余ってる分のブランクだけやっちゃおうかっていうことで、ちょっと今回ちょっと少なかったんですけど、あ、じゃあいつもの生産よりはちょっと少ないんですけど、透明のまだ塗っていないブランクスのボディがあって、うんうん、それに無理くりじゃないですけど、うん、今回の新色を考案して、そうそうそう、 SNS とかあの、うん、ラインスラックの動画ではずっと見てたんですけど、うん、結構新色やばいの揃ってますね。そうでしょ、みんながちょっとね選びづらいようにね、はい、全部買いたくなるようなこのカラーラインナップ、はい、いかがでしょう。最高です、うん、あのでもちょっとうちの動画だと、うん、そのまず背びれってラインスラックの動画だともちろん、うん、ラインスラック好きな人がみんな見てるんであれですけども、うん、背びれってよく聞くけど、うん、どんなルアーなのかっていうのを簡単に、なるほど、教えていただけると。これはですね、トップウォータールアーなんですけど、はい、水面を、で水面にね、なんだろう、この背びれがねちょっと出るぐらいしか浮かないんですよ。でこのねプロペラの先がこう水面から出てるわけですよ、ね、はい、でこの両方のプロペラがねゆっくりリトリーブすることによって、ね、この波紋がふわ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 って出るわけです。はい、ふわふわふわとその波紋で食わすみたいな。へえ、スローに、スローのただ巻き、そう、スローのただ巻き、そうそうそう、はい、だから誰でも簡単に、はい、トップウォーターで釣ったことないよっていう人も簡単に釣れちゃうよっていうことだ。トップウォーターで、うん、そのいつもカラー展開が、うん、いろいろ新色が出続けているラインスラックですけども、はいはいはい、トップウォーターにおけるカラー の, そのローテーションとかっていうのはどう考えていけばいいですか？あのね、リアクションでキュッキュッキュッって動くようなルアーってあんまりね、その細かいカラーの、はい、なんだろう、そこまでうるさくない、はい、だけどこれ背びれの場合ってすごいこのゆっくり、はい、リトリーブして使うんで、よーくバスが見るんだよね。見られる系のルアーなんで、はい、これが反応なかったって言ってこれに変えたとしますよね、はい、そしたら釣れちゃうっていうことがよくあるんですよ。だからこのルアーに関しては、はい、まあ、このルアーじゃなくてもこの IG 系って言われてるようなルアーは、ほんとカラーのローテーションで釣れちゃうっていうのがあるんですよ。で今回のは結構後でちょっと説明いただきたいんですけど、はいはい、中にこうフラ反射板がね、反射板も入ってたりとか、そうですね、あとは反射板入ってないベタ塗りと、まあ、クリアなやつとかっていろいろあるんですけど、はい、だからこの6色っていうのは大体日本全国いろんな水の状況あると思うんですけど、はいはい、どこで使ってもどれかしらはハマるよっていうのを毎回6色出してるんですよ。先ほどちらっと聞いたんですけど、うん、はいはい、今回は何やら待望のグローカラーも隠れているなんて聞いたんで、これね、もしよろしかったら詳しい説明はラインスラックの動画を見れば各色の細かい説明あると思うんで、釣り子 TV 用に簡単に1色ずつご説明いただいてもいいですか？わかりました。じゃあまずじゃあこっちからいきましょうか、はい、これね、ゴースト怖い。このね、透けてるでしょ、はい、透けてる鮎なんですけど、これね琵琶湖に釣り行った時に怖いの群れがいたんですよ、はい、でボートの上から見てたんですけど、はい、これね鮎ってなんかこう地味なオリーブ色かなと思ってたら、はい、青く光るわけですよ。青く光る、はい、背中が緑とかではない、緑青っぽい感じで光る、はいはいはい、それを見た時にこのカラー塗りたいなってなって、それで今回この
あのゴースト怖いよってカール塗ったんですけど、はい、背中ねこれブルーパール吹いてあって、ちょっと太陽光の当たるとこだと背中がブルーに光って見えるんですけど、はい、それがまたねこのねナチュラルな感じでいいんすよね。ベイトフィッシュ変色系の時はぜひっていう、ぜひ、はい、これを、はい、続きましてじゃじゃん、グローピンキー、ちょ噛んじゃったらもう一回、はい、じゃじゃーん、次はねこれグローピンキー、かわいいでしょこれね、全体的にグロー、夜光ですね、夜光のカラーに背中とこの骨模様がね蛍光ピンクなんですけど、これ夏の日中のドピーカの日中のシェードの中とかにピョンと入れてもらいたいわけですよ。そうするとこの影の中でボーって光るんですけど、夏のねこのねシェードの中結構効くんで、ぜひ試してみてください。じゃじゃん、続きましてこれクリームソーダ、クリームソーダですよ、かわいいでしょ、ね、これねメロンソーダのグリーンでクリームソーダのクリーム、そしてねこのね泡はこのラメ、銀ラメが泡をねイメージしてるんですけど、でこの喉のこの赤、これサクランボっすから、サクランボ、これクリームソーダ、かわいいからでしょ、クラシカルなんだけどかわいいから、でこのグリーンのね視認性もいいんで、ぜひ使ってみてください。じゃん、金ワカサギです。これねいつもシルバーでね、シルバー系でワカサギカラーやってたんですけど、これ今回ねゴールド系にゴールドのリフレクトにやったんだけど、これね意外となんかリアルっぽくない、これこういう小魚いそうじゃないね、そんな感じのカラーです。よし次、じゃじゃん、チャートギャングです。これねこれ見て目つき悪いのこれ、ほらね悪そうな目つき、なんかギャングっぽいでしょ、チャートのギャングですよ。これねクリアウォーターマッディウォーター両方効きますんで、ぜひ大丈夫かな。じゃじゃじゃん、これねレッドドラゴンフライ、赤トンボですよ、赤トンボ、これから秋気温が下がってきたらこう秋アカネっていうトンボいるんですけど、これね平地に降りてきて産卵するんですけど水辺で、その時にこの、ね、赤トンボをね食べるバスがいるんですけど、その時に投げたいカラーですね。だからこの赤だからね春先にも効くんじゃないかな、うん、それからありがとうございます。いや、あのなんかそう、いつもラインスラックの動画を見ると、うん、発売前に結構各色の詳細説明見れるじゃないですか、はいはい、あれが結構最近楽しみで、はい、まあもちろん何が出るのかっていうのが分かるのもあるんですけど、毎回全部考えて塗られてるんですよね。そう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 、一切かぶらないっていうのを前聞いて、はい、だから今回のは今回のターンで入手しとかないと、うん、そう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 、もう次はうちょっと同じカラーは塗らないんで、うちは、まあでも本当蛍光系のカラーからリフレクト系のカラーまで、うん、そうそうそう、であと背中の色ももう視認性がいいやつ、はい、まあ、結構あったりとか、はい、あとまあナチュラル系があったりって、はい、結構ねこういう派手なカラー苦手だなって方もいるんで、こういうナチュラル系を混ぜてみたりしたんですけど、あ、今回自分はまさに、うん、あの結構派手なレッドヘッドとかメタ塗り系のカラーを多く持ってたんで、うん、ね、ベイトフィッシュライクな色をちょっと本店の方に来れば選んで買えるのかなと思ってみたんですけど、このね2色結構今回いいと思います、はいはい、まだあの通販とかでも在庫があるうちは、そうですね、注文受付中で、はい、受付中です。であとは、まあ、この浅草のお店に来るか、うん、全国の取り扱い店 で、ね、問い合わせていただければ。数が最初にちょっと今回は少ないよ、少なめだったんで、そうですね、一回今回のターンが終わると来年の、そうですね、来年を作るところまで待たないと、ね、うん、これは買えなんじゃないですか。みたいになってきました。いやでもね、本当ね使ってみてください、はい、簡単に釣れると思います。ぜひぜひ。
以上、釣り講 TV より現場から、取材でお伝えしました。小倉さん、これ LINE スラック来るといつも最初来た時からあの姉さんに動きとか教えてもらったんですけど、うん、今日ちょっといいこれ小倉さんに背びれの引きのコツを教えてもらえるってことで、はい、じゃあまずこれね、背びれ2021年新色ね、チャートギャングでやってみようか。ここまず背びれね、ちょっとねこのままだとダメなの、はい、ちょっとなじませる、うん、これはどこをなじませているか。これね、このカップワッシャーとか、はい、この間に空気がちょっと入ってるんで、そーっとこう置いてこう置いてるとあんまり回らなくなって、はい、浮力が変わっちゃうんでこんな感じで浮きますね、はい、背びれがちょこんとね水面に出るから、はい、でゆっくりこれをあいっぱい絡んでリトリーブするとこういう風にこれ波紋がパパパパって出るの分かる？これですよ。引き的には今のスピードがベストです。うん、今ぐらいこうねゆっくりプロペラがこう回るぐらい。要は結局これね早くねこういう風に巻いちゃうんですよ、はい、普通の何でも水車は変わんないんで、はい、うんうんうん、ゆっくり巻くことによって、はい、あこれ俺でも食えちゃうなみたいなバスの安心感。うーん、はい、この時に結構持ってくるバス多いじゃないですか、多いですね、あのこのダブルスイッシャーの、はいはい、あれってのは何をめがけて追っかけてきてるんですか。これまずね多分水面に出てこの波紋で波紋あれ何かなみたいな感じで寄ってきて、なんかこいつ動きがないんだけど、はい、まあ小魚として見てるんであれば、はい、そのヒレがちょっと動いてこうもぞもぞ水面にしてるとか、はい、虫だったらこう羽がピクピクしてるぞみたいな風に見えてるんだと思うんですよね。でこれねルアー自体これこんぐらい細いんでシルエットが、はい、うん、結構ねこれ食いやすいと思うんですよバス。確かに結構羽物とかってごっつかったりこう太かったりするから、はいはい、結構俺今日食欲あって焼肉何でも何人前も食えるぜみたいなバスだったら、はい、そういうの食えるんですけど、はい、ちょっと夏バテでちょっと俺食欲ないよなっていうバスにはこういうのね。ちょっと俺この前先週ちょっと釣られちゃって痛い思いしちゃってるからちょっとおとなしいやつ食っとこうみたいなやつだこれです、はい、いやいいっすねここでやっぱりラインスラックで小倉さんがいるタイミングであればこう引き方まで教えてもらえちゃうっていう。あとね使っててちょっと回転が悪くなっちゃったよっていうのを、はい、あの持ってきてもらえれば僕調整しますんで、ちょっと忙しい時はちょっとその場でできないんで、はい、お預かりになっちゃうんですけどちゃんと調整もしますんでぜひここで全部動きのチェックをしてそれから出荷されていくそうなんっていうことなんですね。チェックして乾かしてパッケージに。やっぱり浅草来た方がいいですね。浅草は楽しいですよ、みんな来てください。はい、いいとこですから。ありがとうございます。